センター、センターステップですね。で、アウトステップ、インステップですね。ステップ変えるだけで投げ方もコントロールとかも変わってくるので、はい、皆さんこんにちは、キレナスチャンネルのみです。今日はですね、外のグラウンドに来てですね、ピッチングをしたいと思うんですけども、その内容はですね、まあ、子供たち見てるとね、ステップ位置でちょっとリリース位置とかもフォームやっぱり変わることは分かってるんですけども、ステップでどういうフォームが変わるかっていうのを取っていきたいなと思うんで、ぜひね最後までご覧になってください。はい、それでは行ってみましょう。はい、まずですね、僕は今日ステップ1の場所を投げる場所を変えていくんで、歩幅はですね基本ちょっと無理をしない、これがプレートとしてだいたい靴1足分ぐらいになりますね。プレートとして1歩2歩3歩はい4歩ぐらいですね、4歩ぐらいの位置で、センターライン取っていきます。まずはセンターステップからキャッチャーに投げてですね、次はアウトステップですね、だいたい約1足分外で、次はインステップですね、インステップ、まあ、各数球ずつねステップ位置変えて投げてみて、球質にどのような変化が起こるかっていうのを見てみたいなと思います。今分かりやすいようにスティックを置きました。ここセンター1、センターステップですね、でアウトステップ、インステップですね。いきなりねこのスティックを置いて意識して投げるの結構難しいので、まずは自分のステップ4歩目なのか3歩目なのか5歩目なのかっていうのをやってみて、いきなりボール持ってそれを投げて結構難しいんで、まずはシャドーピッチングしてね、まあ、ある程度こんな感覚で体持っていったら、体ねキャッチャーの方に体重のさしていったら、まあ、自分の投げる体重の感覚でさせていったら、ここのセンターの位置にステップできるなとか、アウトステップできるなとか、インステップできるなっていうのをある程度つかめてからね、ボール持って投げれるようになってもいいかなと思います。いきなり自分のステップはあると思うんですけど、やったら難しい人は、ね、1足半分ぐらいねもう短くして、ね、ステップ位置意識してシャドウピッチングしたらいいなと思います。まあ、この辺は各自自分で調整してねやっていったらいいなと思います。真ん中のステップで。難しい。まあ、鈴龍に、まあ、受けてもらったんですけど、最初、まあ、真ん中でセンターステップで投げて、次アウトステップ で次インステップで投げたんですけど、まあ、キャッチャー目線でどんな感じだったんかなっていうのは、目に見えて大きな違いっていうのはあまりなかったんやけど、うん、開いたらやっぱりそのアウトステップの時は、うんうんうん、体が開いて、はいはい、まあ、開いて開くから、はい、その体になんていうの、軸足に巻きつかれへん、どうしても力が伝わってない感じしたし、はい、アウトステップの場合はその受けてる感じもそのシュート回転、他のステップもたまにシュート回転する時あったけど、アウトステップの時はよりシュート回転強くて、で回転数も少ないなって思って、やっぱテクニカルピッチ見てたら、多分他の時は1500回転を、まあ、アベレージで超えてたと思うんやけど、アウトステップの時だけはほぼ1400回転やってる。ああ、ちょっと回転数が落ちた、ね、回転数がめちゃめちゃ落ちてる、うん、でそれは体感でも感じてたから、うん、でやっぱ開いた時って力が伝わりにくそうやなっても見えたし、なるほど、でさらに、まあ、バッターも多分見やすいんかなと思った。はいはい、捕手目線、うん、で逆に、うん、インステップの場合は力は逃げてない感じしてんけど、そこからしっかり回転しにくそうやったから、ああ、なるほどね、うん、できてるじゃなくてしにくそう、しにくそう、だから、もちろんインステップのピッチャーもおるけど、インステップのピッチャーの場合っていうのは軸足がめっちゃ強くて、それを軸がしっかり動かずに、そこから回転、そのインステップのパワーを抑えながら回転できるような力がないと、その生かしきられへんのかなとも思った。なるほどです、うん、でもこうやってやっぱり、まあ後で数値見て自分でこうやってちゃんとキャッチャーの印象を聞くっていうのもすごく大事だと思うんで、アウトステップしたらやっぱこう逃げる、逃げ気味になるっていうのはちょっと言われがちなんだけど、ちゃんと捻転差とか作りやすくなったりするんで、そこさえ僕もねもうちょっと練習しながら意識して、まあ、しっかりこう溜める時に、この
テイクバックをしっかり深めに入れることもやってみたりするのもいいかもしれないですね。まあ、これはね、あの個人差いろいろあるし、意識の仕方ですごく変わってくるんで、まあ、こうスティック2本置いてセンターステップとアウトステップとインステップしたんですけど、それだけでもあの、まあ、結構普通に投げてたんですけど、多分小学生とかやったら多分まともにまずスティックとは踏みまくると思ったりするんで、まあ、それだけでもね練習になったりして、球の傾向としては、まあ、まあまあそんなめちゃめちゃ暴投はなかったんですけど、ステップ変えるだけであの投げ方も変わればあのコントロールとかも変わってくるので、やっぱりピッチャーってコントロールもすごく大事なんで、コントロールとちゃんとそれが試合で使えるかとかをしっかりね、あの練習で調整してね、やってみてほしいなと思います。でこうやって数値化するの大事だと思うんで、もう手軽にねもう3万円ぐらいでかなり精度の高いデータ取れる時代なんでね、まあ、できる人はねこうやっていろんなフォーム確認しながらね練習してみるのもすごく効率的だなと思うので、ぜひね試してみてください。あとは今言った感想がっていうのはあくまで海のそのそうですね、3ステップの受けた感想やから、俺とかやっぱ選手時代ってインステップで投げてたし、はいはい、身長体重とか体の柔軟性とか腕の長さ指の長さ、その各個人の選手の、まあ、肉体的身体的な特徴によってもやっぱりちょっとずつ合う合わんってのあるから、アウトステップが実は合う選手も、まあ、極端なアウトステップはあかんと思うけど、このセンターと比べて若干アウトステップが合うインステップが合うっていうのはその選手によっても絶対違うと思うから、プロでもそうやし、だから今海が言ったようにその自分はどれが合ってるのかっていうのをその感覚的にもその実際の数値的にも、自分の感覚が良くても実際テクニカルピッチの数値は良くないとかありえるから、そうですね、だからそういうのを調べたりする意味でもいいかなと思います。まあ、いろんな側面から自分のフォーム見るといろんなところが見えてくるし、まあ、次の課題に向けていろいろ試せることも多くなってくると思うので、ぜひ今回の動画を参考にね、皆さん試してほしいなと思います。今日の動画は以上になります。今回ね、やっぱりピッチャーとして練習したんですけども、野手の方もね、だいたい16メートルとか18メートル立ってもらって、テクニカルピッチとか使ってですね、キャッチボールの練習でこういうのを意識付けしたら、まあ、すごく意識の高いキャッチボールできると思うので、ぜひね、皆さんも試してほしいなと思います。今日の動画は以上になります。このチャンネルでは多くの野球選手の野球のレベルアップにつながる動画を配信していきますので、チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。